風が強いです。そうだね、風がすごいね、今日ね。強いです。なんか雰囲気あっていいね。そうだね、なんか上原さんが通るみたいな格好でさ、ここ歩いてる人がいたらさ、ちょっと様になる感じ。で、右側には、茶道美術館と、左側には記念文学館だ。ここで普通に生活してるんだもんね、みんな。そうだね。お城の復元がある。150分の1だって。もうこの景色見てたんだね。そうだね。お地蔵さんだね。お地蔵さんいっぱい。
はい。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 おい。なんかそういうのあったね、芸人さんのでね。うん。なんか良いよ。だから。セッティングがさ、こだわりがさ。嘘、今までそんなこだわりあったっけ。いただきまーす。いただきます。うん。あ、初めて飲んでみるジュースです。あ、どうですか。さくらんぼ味、なんかね、変に甘くなくてうちは好き。ガチャはもしかしてすっぺっていうかもしれない。あ、悪くないかも。うん、でも確かに酸っぱいよ。うん、でもそれが美味しい、ちょうどいい。いただきまーす。なんか久しぶりだね、二人のご飯って。うん、そうね。うん、ちょっとキャンプを買ってきてしまいましたね。うん、本当はできないって本当にすいませんとか。でも、アウトドアできない人間にもかかわらずさ、いろいろ教えてくれてさ、一緒にやってくれてさ、うん、面白い、嬉しい。ゆずのお豆腐なんだってさ、すごいゆずのいい香り。タレうちいらないかも。多分白だしだと思うんだけど。うちね、子供の頃ゆずってダメだったんだけど。あ、そうなの。うん、ガッちゃんと知り合ってから、ゆずを比較的食べるようになって、違うな、ゆず使ってる料理を口にするようになってから、うん、克服というか、あ、美味しいと思って食べるようになった。あ、そう。うん、なんか毎年本当にお雑煮でゆずが入っていたので、うんうん、あれがすごく香りが立ってて好きだったよ。結局、うんうん、ね、俺は好きな部類のものを受け入れていたかな。味覚って変わるね、大人になるとね。楽しさ増えるね。そうだよね、ヨーグルト食べるときにさ、お酢をここに入れちゃってもいいのかもしれないね。お酢飲んでないね。食後のデザートでございますが、同じヨーグルトだけど、なんでそんなに色違うの？ちょっとリッチバージョンみたいな、あの VSOP が上がってると思って、うんうんうん、嘘つけ。はい、俺正体はじゃん。まあね、なんかいろんなものに合いそうだからね、お酢ね、ちょっと試してみよう、ウィーク。今ね、一つ食後の方もが胃の負担も少ないというお話もいただいているので、ノーマルバージョンのヨーグルトです。いただきます。うーん、初めての感覚なんですけど、ドキドキする。みんなで食べてみたら。どうなんですかね、これは。一つだけ言えるのが、これ、ま、クリーミーヨーグルト見えます？クリーミーヨーグルトなんですけど、酢に全て持っていかれてるみたいな感じで、クリーミーさが。アルコール感すごいね。揮発、こう待ってればその後揮発してくる。しないしない。でさ、これ何回も何回も酢を体感するじゃない、うん、で、最後にどうせ残るじゃん、うん、で飲まなきゃいけないの、うん、これちょっと個人的には食べながら飲めばいいんだよ。ちょっと酢はできねえな、これ。最初に飲んじゃえばいいのか。それで変わんない。ごちそうさまでした。